たったの5回お尻を上げるだけで腹筋よりも早くお腹がへこむんです。今回はお腹をへこませる根本から解決していきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お尻を上げるヒップリフトのような動きをやっていきます。この動きのいいところはお腹をへこませる姿勢というのが身についてきます。体のラインがどうしても悪いとお腹って頑張ってもへこまないんですね。お腹をへこませるポイントとしては、前ももと腰を伸ばす、もも裏とお尻を鍛えるというのがポイントになります。腹筋をしても腰が痛い、それは腰が硬いっていう証拠になります。立ってる時にお腹が出てしまう、それは前ももが硬くて骨盤が前傾している証拠になります。そのすべてを解決できる今回エクササイズになってますので、スマートフォン見ながら一緒に頑張ってみましょう。たったの5回でいいです。腹筋よりもお腹が早くへこんできますんで頑張りましょう。今回解決できるポイントとしては、前ももが硬いと骨盤が傾いてしまいます。そしてもも裏とお尻の筋肉が弱いとここが伸びてしまっているので、やはり骨盤が前になってしまう、ここが伸びたままになってしまう、お腹が出てしまうっていう風になります。なのでもも裏とお尻を鍛えることで、こっち側が縮まってくれるので、キュッとこっちが縮まるので、前ももが伸ばされてお腹がへこむっていう風になってきます。それではスマートフォン見ながら一緒に頑張ってみましょう。たった5回でいいです。まず上を向いて寝ます。足を閉じます。このままちょっと肩甲骨をキュッキュッと寄せて、背骨が床につかないような感覚作ってください。このままお尻を高く上げるんですけど、高く上げた時にちょっと太ももに隙間ができてしまいますよね。膝が開きたくなりますよね。それでいいです。高く上げたらちょっと隙間を開けたくなると思いますが、これを自然にちょっと開いてください。高く上げて内ももが離れると思います。そこを少しずつ離しながら開いていくと、お尻がだんだん締まってくると思います。下の足は合わせておいてください。お尻を上げると少し隙間ができる。それを少しずつ自然に開く。お尻がどんどん締まる。ここからさらにもう5センチぐらい高くキュッと上げます。お腹を上げるんではなくお尻を締める。もも裏とお尻効いてる感じがありますか？このままお腹をへこませて、どんどんへこませて、腰を丸めながら腰を床につける。この今お腹へこんでる感覚っていうのが、実は立ってても作れる感覚なんです。今骨盤がちょうどいい位置にいるので、お腹がへこんだ体勢になっています。このへこましたまま、また上に上がる、足閉じておく、ちょっとずつ膝を開く、お尻を締めて高く上げて、お腹をへこませて腰をゆっくりつけていくっていうのを5回やっていきましょう。呼吸はお尻を上げてから息を吐く。どんどん息吐いて、へこませながら腰をついたら息を吸う。ふー、へこませながらふーっていう感じが1回です。これ5回やってみましょう。ちょっと意識が難しいですが、スマホ見ながら真似してください。いきましょう。スタート。膝開いて、お尻締めて、高く上げて、へこませていきます。ゆっくり、はい、吸って吐きます。ふー、どんどんへこませて、腰をゆっくりつける、閉じる、吸って吐きます。ふー、
ますね。いきます。ラスト。しっかりもも裏、お尻効いてますか？中へ噛ませて。OK です。お腹へこませたまんまです。起き上がります。はい、このお腹へこませたまんま、前もも硬いとやはりまたお腹出てしまうんで、前もも最後に伸ばしましょう。足閉じます。自然に開きます。これくらい。そしたら足同士はくっつけておきます。こういう感じで、このままスマホ持って倒れて戻る。お尻が出ないように前もも伸ばす感じで倒れて戻る。これ最後5回いきましょう。早くやるとバタンってなっちゃうので危ないです。ゆっくりゆっくり倒れたら帰る。最後頑張りましょう。5回いきます。スタート。1、こういう感じです。2、前もも伸びてますか？3、お腹は引っ込めたままです。ラスト。5、前もも伸びますね。 OK です。お疲れ様でした。今のエクササイズで裏ももとお尻が鍛えられました。そして前もものストレッチ、お尻を下げる際に腰のストレッチというのができてます。なかなかお腹がへっこまないよって方はですね、やはり筋肉のバランスが悪かったりします。筋力の差、柔軟性の差っていうのがやはり均一でないと体のバランスが取れませんから、基本的な場合は前ももの方が強くて前ももの方が硬いっていう風になります。そしてもも裏、お尻あんまり使ってない場合ですね、もも裏とお尻は筋肉がなくて柔らかいっていう風になるので、基本的に骨盤っていうのは前傾してしまって重心が前重心になってしまいます。そうすると前ももをいつも張った状態、お尻ともも裏たるんだ状態、腰から下の重心が前に行ってしまうので腰から上の状態が後ろに行ってバランスが取れる、反り腰という風になります。今回のエクササイズ1種目でそれが解決できてきますんで、まあ、動画を見ながら何度もやってみてください。やってみたよ、なんか姿勢良くなったよ、お腹へこんだ気するよって方はよかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますので、また違った形で配信してます。インスタグラムは最近毎日投稿してます。わかりやすいように投稿してるのでぜひチェックもしておいてください。フォローの方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。